吉田さん、年収90万のハッピーライフ、いいじゃないですか。おそらくね、30代の頃の私の年収より高いですよ。私の30代の年収ってのは、プラスじゃないですからね。毎月マイナスですから。その中で、毎月毎月、いくら借金できるかなって感じですよね。どのぐらいお金が人から引き出せるかなということでございました。つまり私のキャッシュフローっていうのは、借金によって成り立っており、ビジネスではお金が出てるだけというね。これだったらビジネスなんてせずに単なる消費者をやっとけばよかったなと、そっちの方が傷が浅かったんじゃないかなと思いますよね。だって消費者として生きてる限りは多分毎月20万とか30万で済むんじゃないですか。私は商売をやってたがゆえに毎月100万円以上の赤字を出していたというね。もちろん最初から100万円ではないんですけども、だんだん赤字になっていて、赤字額が激しくなっていて取り返しがつかなくなって、途中から自暴自棄で自らね、毎日キャバクラに通い出したということで、もうね、自分の加速度で破滅してやろうみたいなね、やけになってましたね。ということなんで、年収90万なんて余裕ですよ。ね。だって、私がはるか見上げるところに年収90万とか、年収200万とかありますよ。まあ、ですんで、借金があるからどうこうとか、年収が低いからどうこうではなくって、どのように今の現状をね、泳ぎ切っていくかということなんじゃないかなと思うんですよ。私が幸運だったのは、お金をね、なんか貸してくれる人が多かったことなんですよね。多分それは私の妙な信頼関係だったのかもしれません。私のお金の借り方っていうのは、くださいって形ですかね、ほとんどね。お金を貸してくれと。で、貸せないんだったらもう俺たちの関係ここで終わろうよと。ね。困った時にお前金出せないんだろうと。で、もちろん返せるかどうかはわからないけど、人にお金を貸すっていうのは、もうあげるようなもんじゃん。だったら、貸してくれって言わない。俺は返す自信そんなにないから、もしかしたらポシャるかもしれないから、50万くれと、30万くれと、いくらなら出せる、こんな言い方ですからね。で、出せなかった人ははっきり言って一人もいないです、で、返済しなかった人も誰もいないです。全員に私は返済しました、40過ぎてからね。で、結構上積みして出したんで、納得感はあったんじゃないかなと思いますし、それからね、やっぱりね、借りた分は貸しを作らずに、やっぱりね、しっかりとお返しするってことで、その一件で突っ込まれることはなかったですね。あとやっぱり、貸した以上はやったと思えよっていう風なね、借りる自分が言うわけですから、すごいですよね。はい、そしてですね、前回吉谷さんはいろんなね、展開で話をどんどんつないでいただきましたけども、今回私はね、展開を使うわけではないんですが、吉谷さんがだからできたんでしょと、私には無理みたいな、そんな言葉があるじゃないですか。それを散々から私言われてきたんで、じゃあね、あなたの立場でできることを私が見つけるんで、それをやってみてくださいと、ね、逆に今から言うことは私では絶対できないことです。やったこともありません。ただ発想があるだけなんで、あなたの環境だったら私はそれをやりますってことをね、切々とこんこんとお話した後に、その方法をこと細かくお話して、必要な備品もこちらからお送りしました。じゃあですね、これはすでに何回かお話しましたけど、どんなことをやったかというと、65歳男性、勤務経験10年以上なし、趣味なし、特技なし、もちろんインターネットほとんど使えないという方でございます。この方はね、近くの公園で毎朝ラジオ体操を空手着を着てやってくださいました。空手着は私が昔使っていたのをあげました。帯は黒帯です。で、ラジオ体操して屈伸運動して声出しをして、それを延々と繰り返す、そんな朝を定期的にずっとやっていただきました。そしてその公園の入り口に張り紙、ワンパクなんとか教室、空手教室500円、この張り紙をしていただきました。このぐらいの大きさの紙でね。で、先々月ですね、すでに先々月なんですけども、確認したところ10人のお子さん、ちびっ子の生徒ができたということなんで、毎月5000円の収入になってます。で、保護者の方も一緒になって来てくれて、保護者の方とも仲良くなってね、で、もうすっかりと地域では空手の先生です。ただしこの方、空手の経験はありません。ですんで、礼儀、挨拶、それからラジオ体操、こういったものを教えてるそうです。で、そういうのができたら、もうちょっとしたら空手も一緒にやろうねっていうふうに言ってるんですよね。本当にね、空手の先生になった時にどうすればいいか考えてませんけども、今のところ礼儀とか所作の先生として、まあ一定のレベルでね、子供たちにしつけをしてくれてるみたいです。そして家の中で挨拶をするようになった、ご飯を食べた後に茶碗を片付けるようになった、雑巾がけをするようになったというふうに、お子さんからね、お父さんお母さんを通じて、その65歳の方に感謝の
連絡、もしくはお中元ですかね、今回はね、いろいろ届いたそうです、ね、だからその65歳の方だったら、私がその立場だったらこれをやるかなって思いついたのをやったこともないのに進めてみたんですよ。こんなのね、ハワイで石を売る以上にむちゃくちゃ簡単なことですから、多分ほとんどの方にできるんじゃないですか。これが一つの例。もう一つの例、四つの例言いますけども、二つ目の例はね、弁当ですね。50代の女性の方です。この方はお子さんにお弁当を作っている、それは結構楽しいらしいんですよ。母子家庭の方です。生活保護の方です。ちなみに先ほどの男性も生活保護の方です。今回は紹介する4人とも生活保護の方です。で、このお二人目の40代の女性、50代の女性はですね、お弁当を作ることが好きだったんで、近所の人にお弁当を作る、まあ、段取りはここですっ飛ばします。前回もお話したんで、近所の方にお弁当を作ることを始めて、それがかなり売れて7万円とか8万円の安定収入になったそうです。まあ、10万円は突破しなかったらしいんですけども、ゴールデンウィークのオードブルっていうのを急遽作ってですね、それでまあ 7、8万円ぐらいにまあバルクアップして、その後ゴールデンウィーク明けには束でね、5件、6件まとめての注文が小さな会社とか工場から入るようになって、今ではお弁当を作って自宅に取りに来てもらってるらしいです。自宅の小さな台所で作ったお弁当がそうやって一つ500円とかね、600円ぐらいで売れてるそうですね。日替わりだそうです。すごいでしょ。お弁当を作って売ってるんですよ。インターネットなんて使ってませんよ。今度ね、画像を送ってもらいますんで、それを皆さんでシェアしましょう。で、次です。50代の女性、この方はまずはお隣さん、お隣のおばあちゃんが住んでるらしいんですよ。一人暮らしで、この方自身も一人暮らしです。で、仲良くなって庭の草取りをするのに3000円という契約で3時間やらせてもらったそうです。朝9時から昼の12時まで3時間。これはなんで3000円にしたかっていうと、ちゃんと読みがあって、3000円かける3時間やると9000円なんですが、だいたい1万円くださるんですよ。と思ったら、この方2万円ちょっともらってましたね。少ないけどって感じでね、草取りしっかり綺麗になって、もうそのおばあちゃんは逆立ちしてもできないって言ってました。もう腰が痛くって草を取るところじゃないと。業者さんにお任せしようと思ったけども、なんとなく知らない方が家に来るのもねって、でおもてなしの方法も分かんないしって感じで、お隣に住んでるあなただったら安心だということで、その金額でね、やってもらったそうです。まあ、こういう例もあるんですよね、草取りね、そして最近の例ですけども、最近の例ね、3ヶ月前にやっぱり生活保護の方が私の速稼塾に入門されました。速稼塾の頭金3万円も払えないので、稼いでから払いますということでしたね。で、稼いだから払ってもらいました。今月7月になってね、3ヶ月目でだから3万円以上の収入があったってこの方は言ってましたね。だから1ヶ月目は収入にならなかったけども、2ヶ月目に収入になり始めて、3ヶ月目は3万円払っても残るぐらいになったそうなんですよ。じゃあこの方がどんなことをしたかということをちょっとお話しします。それはですね、まずネタとしてはこの方73歳の男性の方です。で、生活保護歴20数年ということです。仕事らしい仕事は40年ぐらいしていないと言ってました。そういうふうな振り込みで私のところに来ました。つまり30代で仕事を何らかの事情で辞めて、それからずっと働いていない、ね、お父さんお母さんに食べさせてもらった40代があったのかもしれませんし、40代過ぎて50代からは生活保護になったのかもしれませんし、なんせ73歳まで仕事らしい仕事はしてこなかったよってことで、いよいよ生活に困って、YouTube でね、私の動画を紹介してもらって見るようになったそうなんですよ。で、私にも何かないでしょうかと、これでうまくいったら夏までにはなんとか速稼塾の入学金だけでも払いたいので、ぜひね、いろんな方から相談を受けてると思いますけども、私のことを大優先してくださいと。そうしたら私は言われた通りにピシッとやって、結果が出ないかもしれないけども、やるだけやったってことだけは示していこうかと思いますみたいなね、こんな素晴らしいねメッセージをいただいたんですよ。私あまりの感激にちょっとだけ電話でお話しました。さあ、この方はね、どんなネタを販売したかっていうことなんですけども、これがね、もう私だったらまさにこれをするっていうのの典型例で、何人もの方にお勧めしたんだけども、ほとんどの方がやってくれなかったことです。これは73歳、金に困って一人ぼっち、どうすればいいのかわからない、このまま死ぬだけかみたいな状況の方が、自分の人生反省したんですよ。自分の人生を大いに反省して、70代までにああやっておけばよかったってことをね、30代編、40代編、50代編、60代編ということで壮大なストーリーをお話ししているんですよね。そしてその講演会、
これ近くの集会所か公民館がなんかね、あの有料の施設でやってるそうなんですけども、なんとかプラザって言ってましたけどね、こちらの方で、1時間3000円でお話しされてるそうなんですよね。73歳、なんとかかんとかさん、この方はね、ちょっと肩書きを渡しつきましてね、あの生活再建士というね、そういうふうな肩書きでお話してくださいました。で、広島での講演実績ありということでね広島での講演っていうのは私とのやり取りのことなんですけどね、ちょっとした、まあちょっとね、捏造とまで言わないけども、ちょっとだけ下駄履かさせてもらって、あのもうトークの内容はいい感じです、実績あるんですよっていうことをね、させていただいて、私もねこういうふうな形でね、なんとかかんとかさんは素晴らしい、あの考え方の持ち主でみたいなね、私もおすすめの文章を作って、そのポスターを A4 で作って発送して、それをそこのなんとかプラザに貼っていただいて、でちょっとしたね地域紙にも出させてもらって、これ無料のフリーペーパーの掲載を取ってですね、そしてですね、まあ何人かの方が来てくださったそうです。でその時に、その70代までにやっておけばよかったことね、というのの30代編、40代編、50代編、60代編、70代編、こういうのでね、70代編はないですけどね、4種類の講義をしたそうなんですよ、で4種類の講義で、最初は70代向けの、60代の方向けのこのコースですね、60代、50代、40代、30代のうちの60代の方は最初パラパラと 4,5 人来たそうです、ね、4,5 人来てその方に対してお話して、まあちょっとした収入にはなったんだけども、そのお金を持って、今度はね2ヶ月目からそのフリーペーパー有料だそうなんで、お金をそこに払ってですね、30代、40代、50代、60代の人に向かってアプローチをさらに重ねたそうなんですよ。そうするとそれぞれ10人ぐらいの方が来たそうですよ。まあ、10人オーバーではないんですけども、7、8人ということで、30代の時に7、8人、40代のコースに7、8人って感じでね、来たそうなんですよ。さあどうでしょうか。ね。もうね、30人近くの方が延べで、受講されました。ね、9万円ですよ。おそらく。な、正確な人数教えてくれないんですけどね。で、私のところに3万円の振り込みがあったということでございます。はい。ということでね、この方が何にもないんだってことがネタになったってことなんですよ。わしはもうね、73歳行き詰まったんだと、どうしようもないと、もうね詐欺にあったわけでもなくて、なんか仕事を一生懸命やったわけでもなくて、不幸な家庭に生まれてるわけでもなくって、なんとなくずるずると気がついたら73歳、何もない金もない生活保護でなんとか食いつないでるみたいな暮らしだということなんですよ。で保険料なんて今まで払ったことがないとそんなね暮らしでね、30代の半ばで仕事を辞めて、だから高度経済成長とかバブルも通過してる方ですよ、この方。でも何にも関係ないらしいんですよ。戦後日本に生まれて、戦後の昭和20年代に生まれてね、で復興のこの国の陰で、まあ中学校まで通ったんでしょう。そしてそこから何らかの工場勤務かなんかを経てですね、30代半ばにして、出世するでもなく、まあ仕事を辞めて以来ずっと仕事に就いていないということで、気がついたら73歳、手に職もない、人脈もない、体力もない、何にもないね、何だったんだろう私の人生ってところで私のところに来てくださった。じゃあその反省をネタにしましょうというふうなね、私が何もないまま70代になったらそれを絶対するということでお話しました。30代では体力を使える仕事をしておけということを軸にお話したみたいです。そしてお金は残さない、30代では使い切るぐらい自分の経験とか喜びとか遊びとか勉強とかにお金を全部使えということを中心にお話しました。40代ではですね、30代で培った仕事の経験やそれから知り合った人を徹底的に使えということです。使えっていうと言い方悪いんですけども、同時に使われるということです。そういう方とどのぐらいの思い出を作っていけるのか、貸しを作っていけるのか、借りを作っておけるのかということで、人間関係が濃くなるというね話を40代の方向けにしたそうです。そうするとね、大体ね、40代でリストラになった方とか中堅企業の、まあ、あの次長クラスの方が来たそうですね。その7、8人の中でいたそうです。でそういう方を自分の育成、本当にね、わしらも今雇っていられる、雇ってもらってるけどホームレスみたいなもんだとか言われてましたね。そういうことをもう聞けたそうです。で50代の方向け、ね、夫婦関係に悩んでる方とか離婚された方が、いらっしゃったそうです。そこではですね、夫婦っていうのは永遠に続くものではないと、永遠に続かせようと思うと自分が犠牲になる瞬間とか相手に犠牲になってもらう瞬間を繰り返していくんだと、そこで同時に犠牲になることが苦痛になる瞬間が重なった時に崩壊すると。
だからまあ我慢も必要だし、自分の愛した人に自分が捧げられるものなら捧げていくっていうね、献身感も必要だよみたいなことを中心に、男女関係のことを中心にお話しされました。まあこれ原稿私が書いてるんですけどね、原稿を私がその方から聞き取ってこういう順番で話しましょうという形でね、原稿を書いたんですけども、見事にそれで集客に成功して、入場料3000円かける人数で、10万円には届かなかったらしいですけども、まあ、そこそこのお金を手にして本当に感動しましたと、びっくりしましたということをお話しされてましたね。なんかね、最近はね、生活保護の方を稼がしてるな俺みたいな感じになってきましたね。なんかね、サラリーマンの方の副業向けに速稼塾っていうのは始まったんですけども、その後は起業ですよね、うん、若い方向けとか、30代ぐらいの方までに、転職するのもなんだなっていう方はね、会社を離れて自分の仕事を持ちましょうみたいなポジショニングでお話しましたけどね、最近は生活保護、しかももう人生は60代以上で選択肢が残されていないってことですよね。まさに今回は、今回ね、強調したいのは、何もできていない反省ばかりの人生という人生そのものがネタになるってことなんですよ。いかがですか？私も70代になってません。今日お話した方、紹介した方は、40代の女性、50代の女性、65歳の男性、そして73歳の男性、全部私が未経験です。仕事の内容も未経験のことばかりを紹介しました。でもこうやって遠隔で、私はこうやってくっちゃべってるだけで人を稼がすことができてるんですよ。そしてこの話を聞いてね、他の方もちょっとトライしてもらいたいんですよ。本当にそれできるのかな、できたところでお金になるのかな。これね、なるんですよ。ただしですよ、どっかでもう俺はいいやとかね、いやその人だからできたんでしょうって、また例の発想が出たんじゃ、そこでゲームセットですよ。あ、そういったいろんな自分よりも悪いですけども、立場の上で悪い方でも稼いでるんだと、じゃあそれをちょっとやってみようかなということならば稼げると思いますし、何もね、億万長者になった人から教わることばかりではないんですよ。こういう言葉があります。愚者は賢者からも学ばないが、賢者は愚者からも学ぶんですよ、ね、これをビジネスに置き換えると、金持ちになった人は貧乏人からも学ぶ、でも貧乏人は金持ちからすら学ばない、ね、この差は縮まないじゃないですか、こんなことになったら。でもまさにこれがね、官にして用を得てますよ。まさにこれが全てです。賢い人ってのは、賢い人から学ぶんではないと、むしろ失敗をしちゃった人とかね、バカな選択をしちゃった人のことをしっかりと学んで、そうならないように反面教師はたくさん持ってるんですよ。だから失敗の可能性が低い、失敗しても立ちなる方法を編み出しているわけなんですよね。これがリスクヘッジなんですよ。でもどうでしょうか、自分に力がない方とか、あの人だからできるんだよって言った方ね、賢者から学ぼうとしてますか。いや、それよりも同じ立場、もしくはそれよりも悪い立場の人から学んでいますか、そちらの方に目を向けていますかってことです。肝心なのは成功者から学ぶことではないんですよ。どうやったら失敗しちゃうのかなっていう、自分の脇の甘さを、そして発想の甘さを何回も何回も自分にすり込むために、申し訳ないけども自分よりも状況が悪い方としっかりと接して、その方に習うべきなんですよね。そうならないようにと。なんでそういう風になっちゃったの、なんで70代になっちゃったの、どっかで逆転できなかったの、なんかやったことはできることあったでしょみたいなところで絞り出すんですよ。その結果、70代になっていない今のうちにやることが見つかってきます。70代になってですら、お金はこうやって3ヶ月で10万近く稼げるように一気になるわけですよ、ね、近くのなんとかプラザで見ず知らずの方がいきなり講演するのに人が来るんですよ。これは私が自己アフィリエイトのセミナーをやった時にも同じこと感じましたけども、そこはね、運任せですよ。当たるも八卦、当たるのも八卦ですよ。とにかくやらなければこの奇跡にすら出会いません。で、私たちはいつも奇跡を当てにするわけではないですけども、やることをやった後でね、全部を絞り出した後に神様や奇跡に頼るのはそんなに悪いことじゃないですよね。何もせずに奇跡を待ってたってダメですよ。まさに人事を尽くして天命を待つ、今回はことわざが多く出てきますけども、こういった言葉の引き出すことも非常に大事になってきますよね。さあ、じゃあ今日は終わりにしましょうか。買い物行ってきますんでね、とにかくね、賢者は愚者からも学ぶんですよ。愚者は賢者からも学ばないんですよ。今回はこれをメッセージとしてお伝えして、億万長者合宿のコンテンツにさせていただきます。いってらっしゃい。